温帯焼きの大皿。トビカンナと呼ばれる柔軟性のある金属製の薄いヘラでつける削り、文様が温帯焼きの特徴の一つである。温帯焼きは大分県日田市の山あいに位置する温ン皿山地区で焼かれる陶器である。現在も機械を使わず手作りが続けられている。その陶芸技法が1995年に国の重要無形文化財に指定され、 2008年3月には、地区全体が、温帯焼の里の名称で、池の鶴地区の棚田と共に、重要文化的景観として選定されている。地元には、私立の温帯焼陶芸陶芸館がある。温帯焼は、江戸時代中期の1705年もしくは1737年に、江戸幕府直轄領であった、北野大館により領内の生活雑器の需要を、賄うために起こされたもので、 山を隔てた、現在の小石原から招かれた東高の柳瀬、三江門と彼を招いた北軍を移る村の黒木、十兵によって始められた。元は、共和年間に小石原焼の分流の窯として開かれていたもので、あるという。このため、温田焼の技法は、小石原焼の影響を強く受けている。朝鮮系のボリ窯を用い、飛びかんな、ハケメ くしえきなどの道具を用いて刻まれた幾何学的文様を特徴とする。とびかんなは、宗時代のおさむ式用よ白文壺との類似が見られる。また、釉薬の使い方には打ちかけ、流し掛けなどといった技法が用いられ、原料によって生地、飴、黒が主である。温多では、高褐色の粘土が取れるが、糖度としては、瀬戸焼など他の陶器産地に比べ扱いづらい。 掘り出した後に10日乾燥させて、木槌で砕き、カラウスと呼ばれるスで20から30日つく。こうしてできた土粒に水を加え、何度もこして、泥にして、それを水抜きや天日または釜の熱による乾燥で2ヶ月かけて仕上げる。焼くと、火くれや変形しやすく、鉄分が多いため黒っぽくなるが、はけ目や指描き、 串し書きによってつけられる文様及び釉薬との相乗効果で用の美が現れる。獅子落としのように受け皿に溜まった水が受け皿ごと落ちる反動によって糖度を引いており、御多皿山のカラウスは日本の音風景百選の一つにも選ばれている。各鎌元は手作業の家族経営で体力が必要な土練りや成形は男性が苦い、女性は 釉薬掛けや釜入れを担当することが多い。各釜元の技法は、後継者のみに伝承する一思想伝で受け継がれてきた。カラウスの動力となる大浦川の水量、狭い山間部で釜を作れる用地、焚き木の確保、半路などのバランスで自然と生産規模が制約され、家族経営が続いてきた。下物と呼ばれていた、この地の陶器を温太焼きと呼ぶよう進めたのは、 民芸運動を提唱した、リュウムネヨシである。クルメの陶器店で見つけて惹かれ、1931年に、この地を訪れ、北の皿山、手仕事の日本で評価し、世に知らしめた。民芸運動の賛同者で、日本の陶芸界に大きく、名を残した、イギリスの陶芸家、バーナード・リーチも、陶芸研究のため、1954年、1964年に、 滞在して、作刀を行ったことにより、小石原焼きともに、温太焼きは、日本全国や海外にまで、広く知られるようになった。2017年7月の豪雨により、44基ある、カラウスの6割以上が、稼働不能となり、原材料となる松も、入手困難。東度は、前年の熊本地震による被害からの復旧工事が、始まる直前に崖崩れを起こして、採掘不能。 保存していた糖度の多くも流出するという壊滅的な被害となった。その後、2019年に鎌本1軒は廃業して9軒になったが、カラウスなどの生産設備や、作刀活動は復旧し、2018年からは、温田商民搭載を再開している。温田焼の里の風景鎌本が10軒だった時期は、小石原村から招かれた刀工の子孫である柳瀬家が2軒。 東高商兵の資金を出した黒木家の子孫が3軒、土地を提供した坂本家の子孫が4軒、黒木家の分家である小袋家が1軒であった。集落の中心にある上り釜は、近くの5軒が共同で使っている。温太焼の釜元は、代々長子相続で技術を伝え、弟子を取らなかったため、小石原から伝わった伝統技法が、 よく保存されており、これが重要無形文化財に指定された大きな理由となった。現在9件ある鎌本は、すべてが開け王子から続く柳瀬やなせや、黒木や坂本家の子孫にあたる。鎌本は共同で土取りを行ったり、作品に個人名を入れることを慎んだりするなど、温太焼の品質やイメージを守る取り組みを行っている。 鎌本によって構成される温帯焼き技術保存会は重要無形文化財の保持団体に認定されている。また、鎌本がある皿山地区と棚田が広がる池の鶴地区が重要文化的景観として選定されている。温帯焼きは2011年7月22日に大分県で8例目の地域団体商標に登録されている。ありがとうございます。